リンクがお互いに向き合っている。片方はお腹、片方は背中を向けていますね。マリオがお互いに向き合っている。片方はお腹、もう片方もお腹を向けていますね。これがフリックモーション、ポーズや動きを鏡対象にする技術です。特に公式名称らしきものがなかったので、私の開発内ではこのように呼んでいます。ゲームならではの変わった仕様ですね。ストリートファイター2ではキャラクターがスプライトで、つまりドット絵で描かれていますから、左右反転した絵が使われます。ストリートファイター4の場合、これはポリゴンで構成されていますが、ちゃんと2に習って、左右反転していますね。これ結構手間がかかります。モーションを一つ一つ変える必要こそないものの、いろんな管理を面倒にします。右ストレートは左ストレートになります。アイテムの持ち手を素早く入れ替えないといけません。左右非対称のファイターには適用しにくいので、剣を持っているような人には適用していません。なぜこのようなことをするかというと、もちろん見栄えが良いからです。スマブラ X ぐらいまではなかったわけですが、普通に作ると右の人が背中を向けてしまいます。表情も見えないし、情報量も低い。せっかくなら正面を向いてくれた方が良いですよね。これ製品版。スマブラは横から見るゲームだから、いろんなところでおかしくはなります。例えばカービィの走る画面、これを正中線方向から見るとこんな感じになります。斜めになりながら走ってる。だけど普通に見る分にはお顔が見えて、ちゃんとした情報量を持っていますよね。過去作品にはフリップモーションがないため、走りなどを真横方向から見たものにせざるを得ませんでした。真横から見るのは何につけあんまり楽しくないんですよね。動きの半分は顔などが見えなくなってしまうし。モーションにはこんな工夫もありますよ、ということでご紹介してみました。ところで余談です。ストリートファイター2には DJ というキャラクターがいますが、彼はマキシマムと書いたパンツを履いています。なぜマキシマムなのかというと、左右反転、鏡対象にしても大丈夫な文字の組み合わせだから。工夫が生きていますね。実は偶然なんですけど、カービィのマキシムトマト、あれも左右反転でピッと作れるから、こういうデザインになった M がついたデザインになっています。